ウダノケラトップスは、ツノ竜類の属の一つ。白コ後期のサントニアン気後半もしくはカンパニアン、前半に生息していた。化石はモンゴルで発掘されている。名前の意味は、ギリシア語で、ウーデンの角のある顔。人間とウダノケラトップスの大きさの比較、ウダノケラトップスは、クルザノフによって、1992年、最初に報告された。発見されたのは、 頭蓋骨で長さ60センチメートル。保存状態は比較的良好だった。二足歩行する基地の新津の流類としては最大のものだと考えられている。見つかった頭蓋骨は極めて小さい角とフリルを有している。体長は約4メートルと見積もられている。模式種はユーチージョビである。ユーチージョビの復元図、ウダノケラトプス属は ツノリュウ類の貝分類群である。ツノリュウ類とは、オウムのようなくちばしを持つ植物植生の恐竜で、白亜紀に来たアメリカ及びアジアに生息したグループである。チネリーはこの属を、レプトケラトプス科に所属するとしている。レプトケラトプスやモンタノケラトプス、プレノケラトプスなど、レプトケラトプス科の恐竜は皆な北アメリカの恐竜であり、ウダノケラトプスは、 本家の族でアジアに生息した唯一の例である。ウダノケラトップスは他のすべてのツノリウと同様に草食動物であった。白秋の間、ケンカ植物は限られた地域にしか見られなかったため、彼らが食べたのはシダ植物、ソテツ類、カサカ植物であったと思われる。ウダノケラトップスはツノリウ類に特有の鋭い口ばしで葉や信用を噛み切ったのであろう。 ありがとうございます。